はい、どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、次、反対側だね。左側らしいんで、行きましょうか。おお、ゆっくりだけど、まあ、便利だね。次はこっち行こうか。いやー出ないかなー。10本ちょっと心もとないんだよねー。まあ、さっきというか、あの前回と同じ流れだね。パターンで言うと、またサポ敵は大量に出るだろうから、ああこれを使って進んでいくと、乗らないとダメか。乗らないといけない系は大変だね。しかもそこに、ここに置くっぽいしな。おお、そこに来るんかい。それはびっくりよ。おお、さっきのたまたま正面来た感じだね。はい、終わり。あれ、あと一発。多分また小さな鍵とかそんな感じだよね。コンパス出たから、ダンジョンマップかもしれんな。50ルピー。さあ、小さな鍵。まあ、無視してはいけないってことやね。で、センスかな。じゃあ、ワンちゃんで、そう来るか。あ、またいたか。2体か。いや、3体だ。3体出てきたな。合計4体か。ほい。しかも高台。あそこはどうやって行く？車で行って、クローショットか。
これ帰り大変だな。ハンコ、あ、残党のハンコなんだ。いや、また多分小さな鍵とかだと思うんだけどな。あそこ反対側壺か。にこっちかな。小さな鍵。で、これで上側行き、こっち来。OK か。さあ、お宝。うん、ダンジョンマップ。じゃあ、結局、そうだね、ゲットしたのは鍵と、まあ、ダンジョンマップというなことだね。まあ、これでとりあえず、進めると。さあ、矢も20本。さあ、また中ボス戦かな。あー、これは狼ちゃんの方が良さそう。厳重だね。最初何？うわー、雲系かな。いや、花か。攻撃してこないとこっちは何もできないからね。あら、意外と。逃げ足は早いな。よし。ふいふい。このザントちゃんいいんじゃない。よし。ウルフリンクの方が楽だったね。で、また煙散らかして。
で、とりあえず出てこないかな。弓矢、矢が欲しい。ない。よし、もう行くしかない。ほな、若干転がるようになってんだよな。ソードだから対応できてんのか。そういうことね。昔は対応できなかったけど、タイマーの剣ならっていうところなんだ。ああ、ウルフかーと思ったけど、そんなことなかったもんね。問題はここ。はい、飛ばす。君の登場神話もなし。ってなると、さあ一回取って解除して、まだ落としてて、で、あー、そっか、こっちじゃ高さ的に無理か。いやー違うな。こうじゃない。うわー、しかもそこ、うわー、ちょっとしんどいことになってきたね。はい。来るし、これで OK。 よしよしよし、その微調整。はーい、いただき。そのちょっとが難しいんだよね。これはただただ頑張って走るやつや。あー、でもっていうところか。起動するやつ。は
あなるほどね。じゃああそこで一定時間待たないといけないわけか。オープンね。だからさ、ここで、ねえ、ねえで、あ、君が発動して。はい、我慢できない。よし、こう。あー、これで2つ。大変やね、これは。これはまたしびれるのきたな。でも遠距離武器が意外とないね、弓矢みたいなやつがね。ほい。マスターソードに光が宿った。影の世界では刀身が金色の光を放ち、一振りで黒い霧を振り払う。特殊能力だね。すごい、ソルの力が剣に宿ったんだ。この世界の守護神も味方してくれてる。やっぱりエルザは選ばれし者、真の勇者なんだ。その剣があれば残とか仕掛けた影の結晶も打ち払うことができる。うわー、めっちゃ光ってる。いいね。じゃあ一旦セーブしとこっか。マメなセーブは大事。じゃあこれ中に侵入していく感じだね。意味ないんだよな。はい。なんかあれだな、トアプリのリンク結構おっちょこちょいっていうかドジだな。なんかドジなんだよな。結構引っかかったりもするしね。リンク頑張ってもらわんとね。数多いんよね。ちょっと待った。雑草と一緒じゃん、扱いが。雑草だ、これは雑草だ。取れるようになると。まあ、ギミックはこんな感じか。はい、久しぶりのパチンコ。いってー、マジで。もう飲むしかない。
瓶が圧倒的に足りんね。おー、一撃いいね。ほら宝。何？また小さな鍵かな。ハートのかけらがいいな。やっぱ小さな鍵か。どんだけ鍵推しなんだろうこのマップ。行こう。まだなんかほんと終盤って感じしてきたね。さあ外出た。うわあ、結局あれだね、小さい鍵欲しいね。落ちて。おー、ナイス着地したね。やばい、俺がやばい、俺がやばい。あはい、二段ヒット。それな。出るんだ。光の矢とかにはならない、さすがに。うん、ダメだね。そっかー、あっちかー。あ、でもこうやって言ってくれるのはまだいい。マジか、数多いな。急に出てきたな。この鍵は関係ない。消えるっちゃ消えたけどってところか。小さな鍵だろうな。ぶっ飛んでいってるわ。行こう行こう行こう。で、一旦ここでセーブしとこう。まあ、多分ダンジョンの最初に飛ばされると思うんだよな、セーブしてても。進行状況だけ失わないっていうことを考えると。
あ、でもどこでもセーブできるけどっていうね、なんとも言えない感じだよね。決まった。回して回転切りができるのは本当ありがたい。あ、やべ。ほい。外れあんのかよ。それだったら一番遠いこれかな。大ダメ。はい、いや、こっちにしよう。なんやここは。結局こっちかよ。普通じゃねえか。ちょっと待って、もう。普通にジャンプボタン欲しいよ、もう。石像か。とりあえずね。で、正面倒してか。ちょっと画面。フックショットの画面やばいって。もう。おい。何かな。小さな鍵いくつあんの。ちょっと待って、もうちょっぽい、もうちょっとっぽい。あ、これ倒したから出たのか。あれだな、回復欲しいね。あー、でまた厄介なのいるわ。くらい地域で倒せるとはいえなんだよな。
意外とね、攻撃してる隙間を塗ってくるからさ、難しいんだよね。ああ、また。しかもボス部屋の鍵。が必要。ボス部屋ん？鍵あったっけ？妖精ちゃん出てきてもいいよ。あ、来たー、噂してたら来たー。ちょっと待った。ってことは3階にあるかー。あー、そしたら可能性としてあるとしたら、あれだ、下の方だ。さあ、ここ何がある？あ、あったあったあった。こうして、はい。言っとくべきやったね。まあまあ、でも見つかっただけよし。ここかー、鍵。トゥ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 ー、イエーイ。よし、これさー、ダメージ入る？入ったね。入るよねー。さ、また復活してる。多くない？ボス部屋だったから。あ、いないか、いないか、ダメか、いないか、やっぱダメか。妖精さんいないね。甘くなかった。よし、分かった。気合いだね。どうせセーブしても無意味だろうけど、進行だけね。でもどうしようかな。まあまあ、やるか。おー、構えてんね。ザント。自分がかけた魔力によって追い詰められるなんて皮肉なもんだよな。我々は長きにわたり虐げられてきた。魔術に長けた優れた民族が虫かごのようなこの世界に閉じ込められた。陰りの中でいつしか怒りや憎しみ、欲望を持たぬふぬけた者たちになり下がった。すべては何もせず陰の世界に甘んずる愚かな王家のせい。そんな腐敗した王家に私は耐え忍び長い間仕えてきた。
それは次に一族を治めるのは自分自身であると信じていたからだ。しかし私は一族の長としては認められず、長の持つ魔力を与えられることはなかった。だが私は欲望、絶望と憎悪のうねりの中で神に出会ったのだ。我が力をその身に宿せる。何時望む者あらば、我もまたそれを望む。そして我が神の望みは一つ。光と影を一つの闇に。さあ残土戦。あーマジか、ボスラッシュか。おボスラッシュだけど、過去のあれか、ステージボスの倒し方か。おいおい、次はおー、そっちか。なんだったっけ。ザントさんそれだけなのかな。あーでもあれだな、今までやったシリーズは過去ボスとそのまま戦う感じだったけど、ちょっと待った、息持たないよね。おー、まさかの頭じゃないですか。ね、動くの大変でね、泳ぐの。どっちだったっけ。
これさ、水中爆弾じゃないとダメだよね。やっぱそうだよね。どうだったっけ。あ、いや、普通にいいじゃん。苦労させやがって、今度やろう。たまたま拾えなかっただけか。はいはいはい、ガードして、はい、来い、こっち。アイアンブーツを使って引きずり出せってことね。おお、いい、いい、まさかのお猿。フックの、猿は多分ブーメランだよな。じゃあじゃあこうだこうだ。僕がね。またまた。ほい、ほい、ほい。ザントさん、ちょっと滑稽だね。うわー、マジか。マジか、それ来たか。嫌いなんだよな、その。もうちょい。さああと1回、とりあえずローリング。曲いいな。なんだろうな、このこの曲憎めんな。さあ、来い。はい、つま先ドーン。かかってた。はい、はい。これで終わり。さあ、最後は。いや、最後じゃないかな、もう8。いや、誰だ。いや、なりきる者がいなくなったね。よし。
ちょっとザントさん、ザントさん、ちょっと滑稽ですよ。背面切りか。いやー、なるほど。ふぅ、とりあえずロックオンが切れるともうどうしようもね。うん、それだな、ロックオンだな。問題はしゃあ、おのれ反逆者ども。教えてやるよ。お前が長として認められなかったのはその目だ。人の奥に潜む欲望が古代の一族のように力に支配されると王は危惧したからさ。愚かなる影の王女ミドナよ、お前にかけられた呪いは解けぬ。密族にかけられた呪いは我が神の力、お前に長としての魔力など戻りはしない。すでに神は降臨しこの世に復活を果たした。我が主ガノンドルフ様がいる限り私は主によって何度でも蘇る。私の中に残るほんのわずかな魔力を使っただけなのに。これが古代の一族が残した魔力の一部。エルザ、今度はゼルダを助ける番だ。魔力を取り戻すことはできなかったけど、私には一族の残した力がある。これであの人に大切な力を返すことができるんだ。さあ行こう、ゼルダ姫が待っている。まあどこかちょっと嬉しそうなね。あー、いやー、ざんとざんとお願いやからもうちょっとシリアスに。マジでその一言、もうちょいシリアスいけたんじゃねえかって思うんだけど、結構長かったな。ってことは、もうガノンドルフの名前がはっきり出てきたから、もうこっから、ハイラル城方面とかに向かっていくんだろうね。はい、ということで、ここまでご視聴の方、ありがとうございました。まあまあまあ、そろそろ終わりというところだね。ザントも倒したしね。で、そうだね。まあ、そのままサブクエとかもせずに、もう直行はしよっかなと思ってるんで、まあ、なるべく次回最終回になることを祈りたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。